シェンフィールド駅に停車中の HK6163 号機、トルネード a H 型は、ロンドンノースイースタン鉄道のアーサー・ペパーコーンが設計した蒸気機関車である。ルナーの国有化後の1948年から1949年にかけて、ドンカスター工場及び、ダーリントン工場において49両が生産された。 ナイジェル・グレズリー設計の A1 型とは別物である。本形式はすべて廃車されたが、2008年12月に愛好家たちによって、同形式の蒸気機関車が新規製造され、その一両のみの保存となっている。旅客用機関車では、最強力である出力階級 8P に区分され、ロンドンを起点にエジンバラを経てアバディーンへ至る。 東海岸本線の重量旅客列車の牽引を目的として設計された。本形式はこの重量級の旅客列車を平坦地において95時速 110km で牽引可能であった。車軸配置は4から6から2のパシフィック型で3シリンダー駆動である。左右シリンダーが第2動輪、中央シリンダーが第1動輪を駆動する分割駆動方式を採用している。 同弁機構は、ペパコーンの師匠であるナイジェル・グレズリーを、反面教師に、前任者であるトンプソンの方針を組み、各シリンダ独立のワルシャート式である。第二次世界大戦直後で低下していた単質に、対応し、ボイラは、A4 型を上回る飛行士面積を持った、高架質の手先で、ダブルキルシャップ型ブラストパイプを備える。フレームは、板大枠で、同輪指示は、 下バネ式である。旧来の英国製 M 式の多くは、電気装備をほとんど持っていなかったが、本形式では、サザン鉄道のマーチャントネイビー級等と同様に、照明装置や、補給類電源として、蒸気タービン発電機が装備された。本形式は整備の手間がかからない機関車として、重宝され、特に6153から6157の5両は、 同輪軸受けにローラーベアリングを採用したため、整備周期を12万マイルごとまで延伸できた。たびたび時速1 6 0トルを超える優秀な動力性能を発揮した一方、特徴的な走行特性として、高速時の首振り傾向があった。この主原因は、 B1K の先台車を設計変更せずに本形式へ流用したため、台車新皿の横道を復元する板バネが角に柔らかく不適切なためであった。後年、バネ定数を増加する改造が行われ、走行性能は他の旅客用機並みに改善された。非常に似た車両に、 同じくペパコーンの設計による、同輪系が小さく、牽引力はより大きい A2 型が、挙げられる。A2 型は6532号機、ブルーピーターが、本線運転可能な状態で保存されている。本来は引退後も現存した、入滑する洋区間の最終列車を引いたは、ナンバー6145セイントマンゴーが保存される、予定だったが保存のための資金が集まらず結局、 解体されて、ペパコーンの A1 型は現存しなかった。トップギアの企画で走行中の A1K6163 号機、トルネードと命名され、1949年に作られた A1K 最後の6162号機、セントジョンスタウンに続く6163の番号を与えられた。トルネードの申請プロジェクトでは、 国立鉄道博物館に保管されていた A1K、AH、の図面をもとに A1 型を忠実に復元するプロジェクトではなく A1K のあるべき姿を追求する形で進められた。そのためプロジェクトに先立ちリビオ・ダンテ・ポルタの修正案も一部採用されるなど原設計に忠実に製造されたわけではなく現役中に発生した不具合への修正が加えられている。 また、ボイラーのリベットによる組み立てのように、イギリスの現行法では製造できない工法を用いた部品については、溶接に変更するなど現在適用可能な工法が用いられている。さらに、安全に関係する装置に関しても現代のイギリス主要幹線を走行するのに必要な装置が追加されている。2008年12月に機関車は完成し、 ショップグレーと呼ばれる申請者専用の灰色塗装をされて工場を出場した。現在は AHK 現役当時同様のアップルグリーンの塗装が施されている。なお、ショップグレーでの出場は蒸気機関車前世時代には公式感染写真を撮影時に細部をわかりやすく写真に残すことを目的に一般的に行われていた。 あとに、イベント限定で数日間だけ、ルナー特有の脳性色に塗装されている。BBC の自動車、番組トップ、ギアのシリーズ13エピソード1では、AHK6163 号機に乗務する、運転士や、給水中の様子などが放送されている。なお、同番組では司会者のジェレミー・クラークソンが、AHK6163 号機に同乗している。 ありがとうございます。